はい。えー、じゃあ、今回もね、いただいた質問に回答していこうかと思います。今回の質問はね、なかなか面白い質問でございます。えー、こう考える方がいてもしょうがないかなってやつなんですけども、えー、即塾って有料なんでしょうかなんで速下塾有料なんですかなんで無料じゃないんですかって質問ですね。はい。えっ、ー、と、金取んじゃねえよっていうことですよね。まあ、そういう質問も来てるんですけども、速下塾とかやって金取ってんじゃねえよみたいなね。いや、あの、逆に無料の塾ってあるんですかね。<laughs> 塾って全部有料じゃないんでしょうかねうん、まあ、仮にねあるとして無料がいいんだったらいや無料の塾行けばいいじゃないですかって話なんですよ。世ののののの中にはは無料料料もものと有有ののがあって私たたまたま有料なんですよで有料が気に入らないんだったら無料を探して無料のなんか塾なり何なりに入ればいいと思うんですね。で人は選んで無料情報も取るし有料の塾とかに興味も持つしって感じなんだと思うんですよ。 で、有料の塾をね、例えば速化塾をご購入いただいた方が全く無料の情報を取ってない方じゃないと思うんですよ無料の情報も選んでるし、有料もいくつか選ぶしって感じじゃないですかだからね、あの速化塾にいろいろと、まあ、言ってみればケチをつけるのは自由なんですけどもそれは、あの思いを込めて速化塾に入った方も貶めることになるんでまあ、あんまり言い過ぎない方がいいんじゃないかなと思うんですよで、仮に速化塾なんで金を払うね価値がないと思うんだったら、それは 入ってから分かることだとだ思いますんでね入らない人が購入した商品でもないのになんか朝かもね全部分かってますみたいなこと言うのはちょっと違うと思うんでもしね即果塾にご参加いただいてそれでこれはいけんなと思ったら別にあの参加概要をねあのお送りしてもいいんですけども払わなくてもいいですよとも言ってますからねあの気に入らないんだったら,らそういう意味で即果塾っていうのは30年分割やってますからうん。 コメントを書いてくださる方、私のところだけじゃなくて、まあいろんな方のね、例えば私の弟子がやってる塾にもケチをつけてる例っていうのがあるんですけども、まあその方にもね、アドバイスするんですよ。なんかすごくアンチな人が来たんですって。でもね、こういう人って、こうやって世の中のね、有料のものに、いちいちケチをつけて回ってるんですよ。本当にね、すごく一生懸命、あ有料のものだ。よし、お前詐欺だとかって、あ有料の飲食店だ。有料のコンビニだ。とか言ってからね、とにかく世の中全部無料に。 したいと思ってるんですよねきっとね有料は悪無料は良しとするんですよでも世の中が全部無料になったらそれはパラダイスが来るんですかねなんか大変なことになっちゃうと思うんですよだって無料じゃないけども価格が落ちるだけでデフレ不況とか言われるわけでしょだからまあほどほどに価格がついてないと経済回らなくなっちゃうってことなんですよそれともこのケチをつける人って無料で働いてるんですかねこの人は 結局この人もどっかで働いてでお金をもらってなんで給料安いなとか言いながらねでなんか支払いとかしてると思うんですよじゃあ電気代とかガス代とか有料だから全部詐欺だっていうことなんですかねうんでインターネットで探す情報っていうのは全部無料じゃないといけないんですかね池上彰さんもやっぱギャラをもらってテレビとか出てると思うんですよでインターネットで高橋陽一さんもお金をもらいながら放送してると思うんですよ うん、中にはお金を払わずに放送を見てる人もいると思いますし、お金を払って間接的にも直接的にもね、放送を見てる人もいると思いますけども、そんなとこじゃないかなと思うんですけどね。あとはね、もうご自身で判断していただいて、無料が許せ、あ、有料が許せないって言うんだったら有料に関わらずに、それこそコメントを書く時間も惜しいんで、無料のところに行けばいいと思うんですよ。いや、私よりも高いレベルの情報を無料で提供してる方もね、世の中にはいると思いますよ。うん、だからそっち行けばいいと思うんですよ。うん、でも、 やっぱり人々っていうのはいろんな価値観で選択しますんで速下塾に入ってよかった速下塾にお金を払って惜しくないぞっていう方もいればまあいろんなね無料情報でなんかね足を引っ張られたみたいなこともいらっしゃってやっぱり無料ほど高私もねはっきりとしたことはね申し上げられませんけどもたまたま私は有料でやってますので気に入らなければ無料の情報に行けばいいんじゃないかなと思います以上です。